かった雨雲がゆっくりと離れていっています。表層水面はすっかりと雨がなく穏やかな陽気となっています。ただいまからは2つ目の陣営新戦第10レース対戦メンバーは1号艇佐賀の小田武、2号艇愛知の西川慎太郎、3号艇滋賀の深井俊久、4号艇長崎の真庭博士、5号艇東京の織下博則、6号艇福井の小西秀樹、以上の6名です。ゆったりとバック側で6艇枠なりの待機となっています。人気の軸は1号艇の小田武氏、42号機出足がしっかりしているといいます。前半の4レースまた3コースから差しを届かせてじっくりと2マークを回っての1着です。思うようにレースを運んでいる1号艇の小田、そして2号艇の西川慎太郎にコース、全体的に高パワーの15号機、3コースは3号艇の深井俊久、前半1レースはインからスタート遅れた分2着になりましたが、バランスが良くてまずまずです。引っ張って4号艇の真庭博士、昨日から調整があって船足アップです。今日の前半は3コースから差しての2着、5号艇の織下博則5コース、乗り心地がアップしてきています。そして6コース6号艇の小西秀樹、決して悪い足ではないということです。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第10レース、内側にて好スタートです。1号艇、2号艇、外の方もわずかに好スタート。1周1マークの攻防は1号艇の小田がインから回り、3号艇の深井が握ってくる、2号艇の西川慎太郎の差し、5号艇の織下はまくり出して懐は4号艇、6号艇ですが、先頭はわずかに1号艇の小田武氏。スタートは前提正常でした。逃げている1号艇の小田の懐は2号艇の西川慎太郎、差しが入ってくる、5号艇の織下も接近です。1周2マーク、5号艇、2号艇が先に回る、見てから差すのは1号艇の小田武氏です。差し入れていきたいところですが、2号艇の西川慎太郎の方が前にいます。若干リード、しかし1号艇の小田武氏、判定心かけてくるが、2番と1番は激しい突破争い、3番手は4号艇の真庭が優勢です。2周1マーク、2号艇の西川が先に回る、1号艇の小田は3号艇をちょっと避けながらの旋回で遅れました。2対1の体系、上位の2艇は2対1です。後方3番手の争いが4号艇3号艇、4号艇の真庭博士対アウトコース3号艇の深井俊久、4番と3番の3番手争いですが、若干リードを取ってくる4号艇、2周2マーク、上位の2艇は2号艇、1号艇となります。そして3番手は3番と6番がもたつきながら先に旋回し、それを指して4号艇の間にはさばいてきます。単独の3番手は4号艇の間にはまだアウトから一定審査となって3号艇の深井です。レースは最終周回です。3周の1マークから向こう上面へ、2号艇の西川がトップ、続いて1号艇の小田武氏、3番手ですが3号艇をかわして4号艇の真庭を指していく、4号艇の真庭博士3番手少しリードを広げます。上位の体系は2番1番4番です。2、1、4、この組み合わせ3連単のオッズ 29.4 倍を示しています。2艇審査は3号艇の深井、後ろは5号艇の織下、最高峰6号艇の小西、ラストコーナー先頭2号艇西川、2番手1号艇小田、3番手は4号艇の真庭でゴール、先頭2番ゴールイン、1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、6番ゴールインです。